こんにちは。アンティックコインギャラリアの渡辺ですえ。今日はですね、コインの価格を決める3つの要素っていう話をさせていただきたいなと思います。えー、まあ毎回あのいろんなお客さんに聞かれる話でして、まあ、コインの価格ってどうやって決まるんですかどういうふうに判断すればいいんですかっていうお話ですね。まあ、それ、あの、ちょっと毎回聞かれるので、毎回同じ話をしているんですけれども、ちょっと今日はあのまとめて、みんなにあのお伝えできたらなと思います。まずですね、まあ、3つの要素何かっていうところなんですけれども、1つは、 人気2つ目が気象、えー、性3つ目が、えー、状態この3つでだいたい決まりますねじゃ1つずつ、えー、解説していこうかと思いますまずは1つ目ですね1つ目人気ですで、まあ、人気って、まあ、言い換えるとまあ需要の大きさですよね、はい、どれだけの需要があるのか例えば でこの人気の決まる要素っていうのは例えばデザインとかですねあのとかあとストーリーですね、えー、例えば「ウナライオンはあの」は、まあ、素晴らしいデザインがあってなので人気が高いですだったり、まあ、ストーリーとしては、えーまあ、この大英帝国一番イギリスがあのもう世界を支配していた時のコインっていうところでやっぱり、あのー、そこに魅力を感じる方っていうのも多いですね。 で2つ目、希少性ですね。これは、まああのー、発行枚数何枚とかっていうふうに言ったりしますけど、まあ、要は供給ですと。で、まあ、この1番目の需要と供給のこのバランスっていうところが、あのー、やっぱり悪いものの、悪い金貨がどんどん価格が上がっていくっていうことですね。あのーまあ、需要はどん大きいけれども、それに対して供給がちっちゃいっていうようなコインは、 どどどどん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 価格が上が上っっていくっていいくうのはイメージです、まあ、例えるならば「まあ、ウナとライオン」は400枚しかこのようにないですよと。でかつ、まあ、ウィリアム・ワイオンが作っていって「えー、ウナとライオン」っていうあの、まあ、素晴らしいデザインがあるのでどん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 値段がこう上がっていっていると。逆にですね、あのーまあ、仮にですね僕がじゃあ渡辺独自のコイン作りました。10枚しかありませんってなった時にいやその10枚あっても別に。 欲しくないですよね僕がちょっとデザインした金貨いや誰が買うのみたいな話でこれがあの供給があった、まあ、10枚しかない供給が非常に少ないとしてもそれよりも需要が少ないってことはまあこういう値段がつきませんよねっていう話ですまあこの辺はあの極端な例を話したんですけれどもまあよくある需要と供給のバランスっていう話ですで3つ目がね状態なんですけれども まあ要はあのスラブについているえグレードの数字だったりっていうところですね。で、これが、グレードって結構、なんていうんですかね、絶対的な価値なんですよね。例えば、MS70、70評価だったら、もうこれ傷一つない新品ですよ。 っていう意味なんですけれども、えー、この70っていうものが例えばモダンコインであったら例えば2020年2019年2018年とかこの数年で発行されたものであったらあの、まあ、70評価っていうのは割と普通だよねというようなイメージ。だ逆にこのアンティークコイン、まあえー、出てから100年200年とか経っているものって基本的にっていうかまあ70観点なんてありえないんですよね。 なので、あのー、よく、あのー、聞かれる質問というかアンティークコインってこれで MS65 しかないんですけれどもモダンコインとかっていうのは70とかってあるんですけれどもこれって大丈夫なんですかみたいな、えー、質問をよくされるんですけれども、あのー、このグレードっていうのはあくまで706560とか5855っていうのは絶対的な価値なんですよね絶対的な価値観に基づいて定められている。 のであのコインによっってやっぱそのありあえないい鑑定っていうのが出てきます、うん、なのでさっき言ったようなアンティークコイン100年前のコインで MS70 とかプルーフ70っていうのは基本的にはもうありえないですねなのでそのコインコインに応じて、えーまあ、状態希少状態が、えー、貴重な状態っていうものがあ,ってあるっていうようなイメージですね はい、ち,ょちょっとあの例を出しますけれども例えば、えー、これですね、えー、1887年の、えー、5ポンド、えー、まあジェビリーヘッドってやつですねこれ MS65 鑑定です。これって、まあ、MS65 って聞いた時にこのコインの MS65 の価値ってどうなのっていうことを考えなきゃいけないってことですね。 なのであのそこに価値判断ができない人っていうのは、まあ、プルーフ70とか69とかが当たり前って思ってる人はえなんで65しかないんですかっていうような見え方をしていますとでもあのちゃんとこのコインについて知っている人調べている人であればえ八1887年のこのジュビリーヘッドの5ポンド金貨で65ってすごくないですかっていう話になりますとでこれ実際にあの、まあ、それどうやって調べるかというとこの PCGS の サイトを見てちょっとこれはあのナンバー伏せているんですけれどもあのナンバーを打ち込んでいただければまあそのコインの情報が出てそのコインの,あの各グレードの枚数っていうのも見れますで例えばなんですけどこの MS65 のジュビリーヘッドの5本の金貨ですねこれは8枚しかありませんで一番高いグレードっていうのは MS66 です つまりこのコインは MS65 なんだけれどもえ一番上の MS66 が3枚その次の65が8枚このまあトップ11に入っているあのすごく希少なコインですよっていうそういうグレードの意味になります。このの MS 鑑定のこの 年の5ポンドって確か5万4000枚作られているんですけれども、まあ、その中でまあ全てが鑑定されているっていうわけではないですけれどもまあ鑑定に出してみようかなコストかけてでもスラブに入れてみようかなっていうような状態のいいものの中でも特にトップグレードに入るっていうようなコインになりますというようなイメージですね。あのー はい70とか69とか68とかこの数字だけで判断するんではなくてそのコインにおける数字の意味っていう、まあ、相対的な価値意味合い位置づけっていうのをあのちゃんと把握しましょうっていうことですねでこの希少性があこの状態がいいものに関してはさらに希少性が高くなっていくので人気が上がっていくっていうことであのこの3つの要素っていうのがやっぱ全部絡み合ってくるんですよね 人気がありますで希少、希少性が高いですってなったら、さらに希少だから人気が出る。で、人気、で、かつそこに、えー、なんですかね、グレードが高くなると、よりそのグレードが希少なものになっていくので、えー、どんどん、まあ、この3つの要素がこう複雑に絡まり合っていって、いうの,の価格、価値が決まっていくっていうようなイメージです。 ちょっとね、あのー、抽象的な話とかも出てきちゃったので、あのー、分かりづらいところあったかもしれないですけれども、ちょっとはイメージついたかなと、あのー、なんか、ここが分かりにくかったとか、こういう、うん、こういう説明がいいんじゃないのかみたいな、もしあったら、あのー、ぜひコメント欄残してもらえるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。で、えっとですね、ちょっと今日は、あのー、コインを。 買おうと思っている人の背中を押したいなということで、えっと、うちでですね、コイン買ってくれた人の、えっと、お客様の声アンケートっていうのを実はですね、うちは取っているんですけれども、まあ、こんなイメージですね、はい、直筆で取ってもらってるんですけれども、ちょっとこれ、紹介したいなと思っています。えー、今日持ってきました。 1, 1商品を購入する前にどのようなことで悩んでいましたかっていうところで、えー、まあ金額がこれで妥当なのかどうか初めて買うので悩みましたっていう回答2何をきっかけでアンティークコインデラリアやコインのことを知りましたかインターネットでフランスの古い金貨を探していて知りましたこの方はフランスのコインを買っていただいたんですけれどもで3つ目商品を見つけてすぐに購入しましたかしなかったとしたらそれはなぜですか見つけてすぐに購入しました で実際に購入してみ,てみていかがでしたかというところでえ注文してから結構早くに届いたので満足しています状態もいい感じでしたでコインの購入を守っ迷っている方へ熱いメッセージをくださいというところでえとにかく一度買ってみる方がいいと思いますというねあの初めて買ってくれた方にがえ書いてくれたアンケートですこの方はあのフランスのコインを買ってもらったんですけど MS62 鑑定でまあこれもまあ似たような話で当時の1400年代の あのフランスのコインだったのでもちろん MS70 とかっていうのはありえないですよと MS62 ってこれ非常にあの私が取り扱ってきたフランスコインの中でも特に状態の良いものであさすがこの鑑定あのなかなか出ない鑑定なだけあるなというようなコインでしたねとはいあのまあぜひ悩んでいる方もですね一回買ってみたらあの新しい道が開けるんじゃないかなと思ってちょっと紹介をさせていただきました <laughs> えー こんな感じでですね、まあコインのいろんなお話をどんどん進めていく、このアンティークコインギャラリアのチャンネルです。あの、もしよろか、良かったら、まあこれからも面白い話できたらなと思いますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。で、あとはですね、あのー、この動画にいいねもらえると、すごく嬉しいです。励みになりますので、よろしくお願いします。はい、今日は以上です。どうもありがとうございました。失礼します。